こんにちは、ゆるオーガニックです。今回もアイハブ購入品紹介をやっていきたいと思います。2箱あるので結構ボリュームがあって見応えがあるんじゃないかなと思いますので、長くなると思いますけども、最後までお付き合いいただきますと嬉しいです。始めます。最初はもうちょっとパパパと食べ物から行こうと思うんですけど、久しぶりにエンビロキッズのチョコ、なんていうの、こういうのサクサク系のやつのオーガニックタイプですね、をリピートしました。これすごく美味しいので、おやつにもいいし朝ごはんとかにもいいと思うんですけど、結構何回かリピートしてると思います。ここが出してるの全部美味しいなって思うので、すごい私は好きです。 USDA オーガニックです。次がこれなんですけど、じゃーん、食べたことあるよっていう方いらっしゃいます？すっごい可愛くないですか、このパッケージ。めちゃくちゃ可愛いと思って、しかもなんか写真載ってる感じでサイズ感がわからなくって、勝手にこのぐらいのが来ると思ったんですよ。こんなぐらいの大きいケーキワンホール分ぐらいのが来るのかなって。これはローミオのオーガニックローチョコレートのおやつなんですけど、すごい可愛くないですか、これ。めちゃくちゃテンション上がるなと思って。これはじゃじゃじゃん、こんなのが入ってます。こういうの、いや、この箱かわいいわ。印刷に気合入ってます。これ箔押しで切って食べてみようと思います。あ、めちゃくちゃ硬い。あ、割れちゃった。こういう感じになってます。美味しそう。ちょっと食べてみます。うん、美味しい。上はめっちゃ柔らかい。白いところはナッツですね。なんか酸味のある何かが入ってる。わあ、これ美味しい。でもこんなに一気には食べられないわ。うん、濃厚。一人暮らしとかだと食べるのが結構大変かもしれない。ちょっと私も息子に手伝ってもらわないと全部行くのは大変だなっていう感じがしますけども、美味しいです。なんでこんなサイズ感なんだろう。ちっちゃくしてほしい、一個一個。うん、美味しい。おすすめします。次はサプリにします。これはね、視聴者さんにインスタライブの時に教えていただいたんですけれども、こっちがチャコール炭のサプリメント、サプリっていうのかな、炭で、こっちがクロレラです、を買ってみました。これはね、別々の方だったんですけど、飲んでみてほしいっていうことだったんですよ。両方デトックス効果があるっていうことだったと思うんですけど、私詳しいことがあんまり分かってなくて、できれば詳しい方がいたらコメント欄で教えてほしいなって思ったりするぐらい、わけが分かってないんですけど、チャコールの方を調べてみたら、空腹時に飲んだ方がいいって書いてたりして、ご飯と一緒に食べちゃダメなのかなとか、なんかそういう詳しいことがちょっとあんまりぼんやり私まだ分かってないので、そこまで飲み進めてないんですけど、見えてる、こういう感じのね、炭のサプリメントで、こっちのクロレラの方は普通に食事と一緒に、だから結構飲み進めてるんですけど、一粒がこのぐらいあります。結構大きい。なんか飲むとお通じが良くなるとか、デトックスできるとか、そういうことを聞いて買ってみたっていう感じなんですけど、詳しいこの摂取するタイミングとかがわからなかったのと、あとこっちのクロレラの方は調べてたら、飲みすぎると何だったかちょっと名前忘れたけど、光なんとかっていうなんかアレルギー反応だかちょっと忘れました。ちょっと出しときます、テロップに。に、飲みすぎるとなる可能性があるっていうことで、通常はこれは1日6粒を推奨されてるみたいなんですけど、まあ私は3粒とか4粒とか、まあ飲み忘れたら飲み忘れたで別にいいやっていう感じで飲んでいってます。こっちはダイエットにも効果があるって聞きますし、効果的に飲みたいので、詳しい方がきっとコメント欄に書いてくださるんじゃないかと思って、ちょっとまだ大事に取ってるって感じです。炭はすごく今までも飲んでみたかったので、どれを買えばいいかわからないなってその中で思っていった中で、その視聴者さんが教えてくださったので、すごくありがたいなと思って買いました。次はちょっとね、私は初めてなんですけど、じゃじゃじゃん、炭の歯ブラシをちょっと使ってみたくって、デビュー戦です。私は3種類買ってみました。使い心地が比べてみたくって、どれもレビューは全然悪くなくて割と高評価だったんですけど、やっぱりちょっとずつ形が違って、私は全部毛のところが炭で清潔に使いたかったので黒いタイプのを選んだんですけど、こういう感じだったり、あのもう持つところからして全然、これはね丸い感じなんですよ。どれがどれっていうのが分かりにくいかもしれないんですけど、これは結構きらびやかな箱に入ってて、もう一個がじゃじゃん、
1,2,3,4 4本入ってるんですよ。で、多分だけど家族で使えるようにしてるんじゃない？違う？こういう風にここにナンバーが入ってるんですよ。1番とかお父さんが1番、お母さんが2番とかできるような感じなのかなと思って。だから全部私が選んだのは、毛先は黒いタイプの墨が入ってる毛のものを選んで、素材は全部バンブーだけど形が本当に個性があって全然違う。でサイズ感はね、全部似てるけどちょっとだけ違いますよね。これが一番細いと思う。これね、これだけは形がぷにゃんってなってます。全部使ってみたいと思ってるんですけど、これだけは実は4番を開けて4番はもう使ってるんですよね。これは口の中ですごい大きいなっていう感じがしてます。歯磨きがしにくいとかそういうことは特に感じてなくって、あ、こんなもんなんだ、へーって感じです。でも一つ教えていただきたいのは、私無印のこういうまん丸い歯ブラシ立て、こうやって刺して置いとくタイプのあれを使ってるんですけど、あれってこう濡れて下の方が竹だとカビちゃうんじゃないかなと思って。皆さん竹の歯ブラシを使われてる方ってどういうタイプの歯ブラシ立てを使ってるのかなっていうのが、どんな風に乾燥させて置いてるのかなっていうのを教えていただきたいなってすごく思いました。それだけがちょっと心配かな。だけどやっぱり環境のこととかを考えた時に、プラスチックの歯ブラシじゃないものでお気に入りのものが見つけれたらいいのかなと思って、どんなものがあるのかっていうことで、まあ息子にも使わせようと思ってるんですけど買ってみました。でそれと、これはねちょっと大失敗だった。じゃーん、ソーグッドハーフパイプフットスムーサーっていうやつなんですけど、開けた瞬間本当に甘臭くて、なんだこの甘臭さって思ったんですよ。甘くて臭い匂いがして、こっちが粗いヤスリになって、こっちがもう少し優しいヤスリになってるんですけど、このカーブがつきすぎていて、なんかもうかかとに当てるのが本当に難しくって、1回ぐらい使ったんですけど、もう好きじゃないってはっきり自分の中で感じるぐらい好きじゃなかったです。で次回の注文で違うこれをまた注文してみたっていう。今までなんていうのだったっけ、すごく有名な足の裏のやつ、ビューティーフット P 社員のやつかな、違うかも、のプロ用みたいなあれ使ってたんですけど、もうね10年以上使ってるから、もういい加減買い替えようと思って買ったんですけど、ちょっとこれ使いづらかった。これはおすすめしません。次がね、やっちゃった。これね、ライルのオーガニックコットンのパンティーライナーですね。リピートしたんですけど、私ねこれ20枚しか入ってなくて、で597円、600円と近くするので高いではないですか。前回買った時も確かに物はいいかもしれないけど、織り物シートにそこまでの価値をつけなくてもいいやって思ったんですよ、正直。それなのになんかまたうっかりカゴに入れちゃってて買っちゃって、まあいいんですけど、使い心地は問題なくとっても良いです。次、これがね、ちょっと面白くて紹介したいんですけど、ザ・ハニーポットカンパニーっていう会社のナプキンなんですよ。でね、クリーンコットン、ミントクーリング、ラベンダーカーミング、アロエスージングって書いてて、説明欄が英語しかないんですけど、この時点でちょっと面白いなと思ったんですけど、で、一応無農薬、無香料、塩素フリーらしいです。クリーンコットンって書いてるので、まあ安心して使える素材だとは思うんですけど、特にこう、オーガニックの認証マークとかがついているわけではないんですけど、これはお試し用のタイプで、この中にレギュラーサイズとスーパーサイズとオーバーナイツサイズの3種類がね入ってるらしいんですよ。で私があとまあ10日前後ぐらいできっと生理が来るんじゃないのかなって思ってるので、来たら使ってみたいなと思ってるんですけど、どうしよう、かわいいわ。あ、薄いです、薄型で。私ねこれすごい面白いなと思ったのが、説明が全部英語だったので翻訳して読んだら、先祖が夢の中でやってきて自分を癒すというビジョンを与えてくれた時、私は8ヶ月間細菌性膣炎に苦しんでいました。彼女の助けを借りて、私はハーブの力を通して他のブランドが解決できないことを解決するためにハニーポット社を作成しましたって書いてたんですよ。えっと思って、
夢の中で自分が8ヶ月間細菌性窒炎に悩んだ時に先祖がやってきてビジョンを与えてくれたみたい。このハニーポット社を作る直感と行動力が伴った女性って、私すごいかっこいいなと思って好きなんですよ。だからそれ読んだ時に面白いと思って、しかもその文章の下に膣を持つ人間のために、膣を持つ人間によって作られましたって書いてたんですよ。潔いと思ってもう笑っちゃうよと思ってこれは買ってみました。でもう一個これには笑うポイントがあって、あのレビューを読んだらミントクーリングというおかげでなんかかなりスースーするナプキンらしいですスースーするナプキンらしいんですよ。それ面白いなと思って、スースーするしすぎですみたいなレビューもあったし、スースーが心地よいっていうレビューもあったし、私もスースー体験がしたいと思って、もういろんな意味でも興味津々でこのナプキンを買ってみました。次はこれです。これはね、私用じゃなくって父用なんですけど、ニュートロジーナの T ジェルっていうセラピューティックシャンプーです。ちょっと変わったシャンプーで、前ももしかしたらご紹介したことあるかなと思うんですけど、父がずっとリピートしてるんですけど、すごくフケがひどい方とか汗腺の方とか脂漏性皮膚炎の方に向けて作られているシャンプーなんですね。でうちの父は汗腺なのでこれを使ってもらってるんですけど、香りはタンス、めっちゃタンス。頭皮のかゆみとかフケをコントロールするらしくって、アルコールフリーで一応優しい成分で作られてますよっていう説明書きはされてるんですけど、ラウレス硫酸が入ってるんですよ。だからその点がすごく気になる方もいらっしゃると思うし、これはかなり特殊なシャンプーで、こう誰でもが使うような感じじゃなくて、そういう具体的な悩みを持っている人のためのシャンプーだから、皆さんにおすすめですみたいなものでは全くないんですけど、次がこちらです。セブンスジェネレーションのラベンダーの洗濯洗剤です。これをね、私使ってみてすごくいいなって思ったんですけど、 USDA バイオベース製品っていうものらしいです。合成香料と染料と人工光沢剤は入っていませんっていうことです。で 100% エッセンシャルオイルで香り付けがしてあるそうです。本当に精油のラベンダーみたいな香り。で、環境洗剤って汚れあんま落ちないっていうイメージあると思うんですけど、もうこれ何回か私の洗濯に使ってみたり、息子の洗濯に使ってみたりしてるんですけど、結構問題なく普通に汚れ落ちてるような感じがして、いいじゃんって思いました。乾いた後は香りはそれほど残らないと思います。私は結構おすすめできる洗剤かなと思いました。使い心地としては。一箱目の最後なんですけれども、美容液です。韓国コスメみたいです。こっからは二箱目ももう全部コスメなので、コスメ好きの方はここからがお楽しみいただける内容かなと思うんですけども、なんて読むのかはちょっと私にはわからないメーカーの名前なんですけど、リンクルケアとブライトニングケアができるプロポリスビタミンのセラム美容液っていうことで、70% のプロポリスと 12% のビタミン C が入っているそうです。プロポリスが抗ウイルス、抗菌作用を持っていて、それが敏感肌を落ち着かせてくれて、ビタミン C はね、フルーツエキスがいっぱい入ってるらしくって、 CEK が入ってるみたいなんだけど、メインで C バックソーン、スーパーフードって言われてるサジーっていうフルーツが入ってるみたいです。あとザクロとかマルベリーとかイチジクとかイチョウとか、結構たくさんいろんなフルーツが入ってるみたいで、紫外線を浴びた時とか肌に炎症がある時とかに抗酸化効果で肌をこう健やかに導いてくれるっていうタイプのものみたいで、香りもすっごくふわっといい香りで、使い心地もトローンとしててすごい優しくってね、私すっごいこれ気に入ったんですよ実は。え？いいですねって思いました。一応書いてたから読むって感じなんですけど、難しいことはちょっとわかんないんですけど、ナイアシンアミドとアデノシンによるブライトニング効果とリンクルケアのために二重機能製品って書いてました。どういうこと？美容に詳しい方はわかるのかなと思うんですけど、使い心地はめちゃくちゃいいと思って、今私プロポリスにちょっともうハマってますので、プロポリスの美容液だったらすごいおすすめできるなこれはと思いました。ようやく揺らぎ肌がちょっといろんな対策をして落ち着いてきたところなのでね。は
はい、でこっから2箱目に行きたいと思います。じゃあ今美容液を紹介したから、あと2本また美容液をどんだけ美容液が好きだからね。でもこれはね、リピートと初めてと、はい、これはもう皆さん使われてるんじゃないですか。マットヒッピーのビタミン C セラムとビタミン A セラムですね。これはもうアイハーブでは昔から人気の高いものなので、使ってるよっていう方もめちゃくちゃ多い美容液だと思うんですけど、とにかく私がもう肌がイライラどうしたらいいんだってなって、昔使ってよかったなっていうのを思い出して、あ、マットヒッピー久しぶりに使おうと思って C も A も使おうっていう感じで C と A を買ったっていう感じなんですけど、一応 C を朝使って A を夜使おうかなとか、 C と A を夜使ってさっきの朝使おうかなとかちょっと迷ってるんですけど、みんなが使ったことあるんじゃないかなと思うのは C の方なんですけど、いいところはすごい肌なじみがいいですよね。トロンとしたテクスチャーもすごく気持ちいいし、香りも優しくていいし、だけどその塗った後に乾燥しやすいので保湿をしっかりした方がいいっていうのが特徴かなと思いますね。ビタミン C の化粧品っていうのは朝使うとすごくいいとされているので、もちろんあの日焼け止めの対策っていうのはしっかりしないといけないと思うんですけど、朝でもまあ夜でもいいと思うけど朝にすごく向いてますね。こんにゃくね、フェルラ酸、ヒアルロン酸が配合されてるみたいで、植物の細胞壁にあるフェルラ酸をビタミン C と E を組み合わせ還元力を発揮する、花の持つパワーでエイジングの効果を期待できる、そういう美容液らしいですね。私これ本当にこう使うと肌元気になる感覚もあるし、ビーガンクルエリティフリーでもちろんすごくいいなと思っているんですけど、対して A の方なんですけど、 HPR ヒドロキシピナコロンレチノ A とがレチノールですね、 2% 入ってるみたいです。これレチノール初心者の方にすごく使いやすい美容液ってよく言われてる、そういう A 反応、皮がむけたりとか皮膚が突っ張ったりとか全然出ない優しい使い心地のビタミン A の美容液だから、初心者の方におすすめって書かれてたりすることがよくあるタイプなんですけど、シミとかシワとかを目立たなくさせる働きを持っていて、体内の吸収率が高い革新的なビタミン A らしいですね。レチノール興味あったけど使ったことないんだよねっていう方はすごくいいんじゃないかなと思います。で、香りはね、実はこっちの方がいい香りがする。使い心地なんですけど、こういう感じですね。 C の方はこういう感じのトロッとした、いい香り。まあ、これはすごい本当人気の理由がよくわかるなっていう感じがしますよね。こっちのビタミン A の方はね、こういう白濁したタイプのこんな感じです。トロッと、伸びもいいし、こっちの方がね、なんか花の香りみたいのをすごい強く感じていい香りだなって思うんですけど、両方とも乾いたらパキッとしてしまうので、しっかりこの後に保湿をしないといけないなと思うけど、マットヒッピーは割と信頼できるメーカーなんじゃないかなっていう印象です。次はこちらです。ヘイミッシュのマスカラです。私前回の動画でナチュラルオーガニックコスメの購入品紹介、ゆらぎ肌対策の中でアネリアナチュラルのマスカラを紹介したんですけど、マスカラかぶれがねひどいので、マスカラを買うときって2種類絶対私買うんですよ。1個買ってそれがダメだったとき用に一応もう1個逃げ場を作っておく、両方ダメだったらもうほんとアウトなんだけど、今回はアネリアナチュラルとヘイミッシュがすごいアイハーブで人気だったので買ってみたっていう感じなんですけど、結果的にも言うとすごくいいんですよ。金額も1000円台だから、アネリアナチュラルよりさらに買いやすい金額だし、まずにじまないし塗りやすいし、ちゃんとロングになるし、ダマにもならないし、あともちろんお湯オフもできる、遜色ない、すごくいいマスカラだなと思ってます。見えるかな、どうですか。これも今日は1回塗っただけの感じです。アネリアナチュラルよりはヘイミッシュの方がしっかりつくかもしれない、もしかしたら。そんな感じはしますけど、どうでしょうか。先はね、こういう形をしています。ちょっとカーブがかったような感じで。まあ、塗りやすいですね。で、かぶれなかったんですよ、これも。かぶれなーいと思って。だから今、アネリアナチュラルとヘイミッシュと2種類のマスカラを使えるマスカラとして手に入れました。まあ、すごくこれもね、おすすめできるマスカラだなと思いました。カールの持続力がどうかはわかりません。アネリアナチュラルの方もそうですね。そのあたりは私はわからないっていう感じなんですけども。はい、次行きます。
次はこの3種類のビタミン C の化粧水を買いました。一個一個ちょっと詳しくご紹介していきたいんですけれども、今日はねノートをまとめましたので読んでいきますね。プリスクリプトスキンっていうメーカーのビタミン C トナーで AHA、BHA が軽度に配合されているらしいのですよ。そのせいか私のこの揺らいだ傷んだ肌にはもう最初は激痛でめちゃくちゃシミなの。シミる顔がっていう感じになって、今ね落ち着いてるからちょっとピリつくかなっていう感じはあるんですけど、最初のほどの刺激っていうのは感じなくなってきたんですけど、もう最初そのぐらい刺激を感じました。入ってるのはリンゴ、シトラス、ホップ、キュウリ、緑茶、スピルリナ、ラベンダー、カモミール、キンセンカなど成分が面白いっていう感じなんですけど、レモンの香りみたいなのがちょっと強めです。サラサラ系で色はうっすら黄色い色がついてますね。これは AHA、BHA が入ってるってことはちょっと角質が溜まって硬くなってる時とか肌がねくすみがちな時とかはいいかもしれないんですけど、使い心地はビタミン C の化粧水っていう意味では悪くないと思うので、ちょっと肌が落ち着いてきたら積極的に使いたいかなっていう感じで、今はちょっと最初はお休みしようと思ってます。次こちらです。これはね韓国コスメだったんですけど、サムバイミーっていうところのガラクトミセスピュアビタミン C グロー化粧水っていうものです。1万 ppm の高品質ビタミン C が入っているビタミン C 化粧水で、リポソーム化された10種類のビタミンが入っているそうです。ちょっとオレンジに近い色をしています。ちょっとだけとろみがついてるけどサラサラっとしてます。美容が好きな方はガラクトミセス知ってる方が多いかなと思うんですけど、私今回初めて知ったんですが、ガラクトミセスが 88% 含まれているらしいんですね。で、それが何なのかっていうと、今韓国ですごく話題の成分らしくって、正式にはガラクトミセス培養液っていうらしいんですけど、ガラクトミセスっていうお酒を作る時にできる天然酵母のことをガラクトミセス培養液っていうらしくて、発酵している発酵化粧水のことらしいんですよ。発酵培養液が入ってる化粧水かな、発酵系です。これはだから保湿効果とハリ、弾力、キメ、トーンアップ、皮脂の調整までもう幅広くできるっていう感じで、これねめちゃくちゃ使い心地よくって、かなり激推しのちょっと皆さん使ってみてって思うぐらい、韓国コスメあんまり普段使わない私がおーこれすごくいいって思うような、すごく心地よい使い心地です。香りもちょっとなんかいい香りするのいいやんと思った。染みなかったしね全然。最後がこれトリロジーのビタミン C エナジャイジングミスト化粧水を買いました。トリロジーの化粧水のさっぱりとした感じとか、スプレー式になってて結構勢いよくプシュッと出る感じがすごく気持ちかったりとか、そういうのはトリロジーらしいなっていう感じで、ビタミン C がたくさん入ってるんですけど、マンダリン、タンジェリン、イランイラン、アロエベラなどが主成分になっているみたいです。香りがねイランイランの香りなんですけど、なんかイランイランの香り好き嫌い分かれるかもしれないんですが、イランイランの香りの向こうになんか歯医者さんを感じる私はで、これはメイクの上から使ってもいいそうです。で、こう、スッキリ系です。トリロジーはですね、オーガニックの認証が、ネイトル認証を取っていて、ベルギーに本拠地があるナチュラル&オーガニック化粧品の厳格な基準を持っているオーガニックの認証機関で、国際非営利団体なんですけど、ネイトルの認証は3段階ぐらいあって、星1つだと、何々、星2つだと何々、星3つだと何々みたいな、これがどの段階のかは分からなかったんですけど、ネイトルーってこれね割と低くてもオーガニック成分の配合率が 75% 以上、高いと 95% とかそのぐらいあった気がするので、ネイトルー割とやっぱり信用できるから、オーガニックコスメという意味ではとても信頼のできる成分になっていると思います。で、浸透は高いけどもやっぱりさっぱり系なので、夏とかサラサラ系のが好きな方とかに向いてるかなと私は思います。全く私は今回もシミなくっていいと思うんですけど、私は結構とろっととろみがちょっとあるぐらいの化粧水の方が好きだったりするので、トリロジー好きだけどなんか今回はこのガラクトミセスにもうやられちゃったなっていう感じで、ちょっと皆さん使ってみてって思います。あ、このヘイミッシュのマスカラも使ってみてほしいな。あとこれね、このさっきのこの美容液、今回はね韓国コスメでお気に入りがいくつかできてしまったなっていう感じでした。ちょっと待って、1個忘れてました。はい、これエルフの
新しく出たばっかりのスーパースキンケアミニトリオっていうので、これね、限定サイズで大きいのも販売されているから、試しに使ってみたいっていう方も、お泊まりとかがあるからそういう時に持っていきたいっていう方もいいと思うんですけど、これとこれとこれ、レモンっぽい香りがする。これは洗顔なんですか、クレンジングなんですか、いまいち意味が分かんないと思ってるんですけども、これは多分クリームだと思う。あ、ジェル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 状。香りはない。ケースはめちゃくちゃ可愛いなってすごい思った。これだから使い終わったらなんかケースを使い回しちゃいそうな予感がしますけど、ちょっと興味を持って買ってみました。以上です。ありがとうございました。